さんこんにちは、フリースピリッツです。本日はこちら、オットロッシのショルダーバッグをご紹介したいと思います。こちらはですね、一見シンプルな構造のショルダーバッグなんですけれども、こちらこのような形で、パカッと開いていただいて、お使いいただけるようなショルダーバッグなんですが、ここが磁石式になっておりまして、これでこうパチッと止まるような、ちょっと洗練されたデザインのショルダーバッグですね。でこれはですね、裏面と表面の革の色がちょっと違ってまして、これ今この水色とネイビーの配色のものをご紹介してるんですけれども、他にもいろいろな配色がございまして、こういった感じで裏表でちょっと配色が違うと。でこの細かいんですけれども、このファスナーの部分なんかも配色が違っててですね、今ご覧いただいている通り、これは、この背面のところにもポケットがついておりますので、ちょっと用途によってですね、この中に入れた方がいいような貴重品と、すぐに取り出したいものっていうような感じで分けて使うことができますので、旅行先とかでちょっと大きい荷物ホテルに置いておいて、これをちょっと下げてちょっと出かけたりとか、あとはちょっとしたお出かけなんかに非常に重宝するショルダーバッグかなと思います。はい、でこちらはですね、磁石でこう開けていただいたところはファスナーなんかをもう廃した構造になっておりまして、こういった形で中はもう非常にシンプルな構造で、もうこのポケットが一つだけという、構造ですね。で中もちょっとこう上質の生地が貼ってありますので、内容物非常に守ってくれるかなという安心感もあってですね、結構いろいろなものが入れれるんですけれども、長財布であったりですとか、ちょっと大きめの本、例えばこういうちょっと分厚めの本なんかでも余裕で入れることができますので、で先で本読みたいななんていう時も非常に重宝しますし、はい、で2層構造になっておりますので、中でもちょっといろいろ分けて使えるんで、整理が非常にしやすいかなと思いますね。でこのオットロッシというブランドなんですけれども、方言のオットロッシっていうちょっと驚きを表現する簡単な言葉、あれから実は来てまして、それをちょっとイタリア語の語感で表現したというブランド名になっておりまして、このデザインにそういったなんか遊び心みたいなのもちょっと現れてるなぁなんて思うんですけれども、全体としては非常に洗練されたデザインなので、流行関係なく長くお使いいただけるかなと思います。でこちらのこのベルトの部分は、これ簡単にこう外すことができますので、これ外していただいたら、ちょっとこうクラッチみたいな感じでもお使いいただけるかなと思います。そんなオットロッシのショルダーバッグでした。ぜひチャンネル登録の方もお願いします。ありがとうございます。